平川天馬宮は東京都千代田区平川町にある神社。創建は文明十年を江戸平川城城主、大田道館が菅原道真の霊夢により城内の梅林坂上に当社を創建した。天正十八年、徳川家康が江戸入城後、本丸築造にあたり上平川村に奉仙した。さらに、慶長十一年に徳川秀忠が、 江戸城増築に伴い現在地に奉線された。紀州終わり領徳川や彦根藩池の祈願書になり、新年の河礼には、宮司は将軍に単独配列できる格式の待遇を受けていた。蘭学者、高野町英の体幹道学塾は、平川天馬宮のすぐ裏手にあったので、高野町英はよく参拝に訪れた。 また、江戸時代の盲目の国学者、花輪保基一も、平川天馬宮の熱心な信者で、平川天馬宮に祈願しながら、軍書類銃を完成させた。花輪保基一の住まいの和学講習所は、現在の千代田区三番町24にあった。火災による十数度の類霜を被っており、1923年の関東大震災、1945年の戦災では、 ほとんどの施設を消失していた。戦後、仮社殿にて祭祀を取り行っていたが、1969年、昭和44年に本殿が再建された。学問に心を寄せる人々は、古来より深く信仰し、目高い盲目の学者、花輪保吉や、蘭学者、高野長英等の逸話は、今日にも伝えられている。現在も学問特に医学や芸能。 商売森の祈願者が多くいる。各行事ごとに御朱印が発行される。例大祭では境内に屋台が並ぶ。七夕祭りでは短冊と笹が出されて願い事が書くことができる。ありがとうございます。